さて、スカイリムやります。この洞窟が次のハメットダンジョンパックのダンジョンかな。これか、これかな。なんかこの辺来るとリグモールを思い出すな。の女王であったイングルフリードはかつて死と恐怖のみを望む残虐な統治者であった。彼女は配下と共に破壊と大混乱をダムレールに解き放った。イングルフリードの墓らしいんだけど、彼女は多くの配下の中で8人の忠実な者に任せ幾多の戦争を戦った。彼らは残忍な戦術と能力からしばしば混沌の主たちと呼ばれ、対ダムリールの戦いのために強力な武器をそれぞれ与えられる。8人もいるの。炎、氷、疲労、体力吸収、マジカ吸収、雷、焼却、雪霜、私もね、読み方っていうのかな。闘争、強大になるにつれて彼女は非常に野心的になり、破壊の神メールンズ帝国の打倒を考える。これを見破ったメールンズ帝国は彼女らを粉砕するためにデイドラの軍団を差し向けた。最終的に彼女は敗北を喫した。そして早くともども光の差し込むことがない暗闇の場所に葬られ、開けられて荒らされることがないよう隠された。だが漆黒の墓の元で邪悪な者はうごめき、自らの解放とタムリーヌの破壊を絶望している。破壊を絶望しているなら、まあでも似た者同士、同族嫌悪か。墓所がどうなっているかは不明である。暗闇の中で冒険しようとする者はいないだろう。好奇心はただ死を意味するだけ。8人も倒さないといけないね。
対象音項がついてたって。ついてないよ。あ、つけたわ。ちょっと今回は狩人プレイで行こうかな。達人かよ。スキルが上がるね。欲しい。ていうか侵入す、ああ隠されているからか。侵入するのに達人の解錠ができないといけないって。低レベルじゃ厳しいよね。ロックピック始めの場所に12本しか用意されてなかったし、この暗いボスの元に下に本当の主たちが埋葬されてる。女王と忠実なる下僕、ここからだよと。生命探知って相手がアンデッドだと意味がないんだって。深っ。ここ一個一個行かないと次に行けないって感じなのかな。ニワトリ、勝ち目はないぞ。
妄想今日あれかもそのイモレーターシモネーターみたいなターミネーター、え75ポイントのダメージってすごいじゃん。炎の片手をって感じ。まだここだ。ああ、土佐駅それ案内してくれ。武器と鎧セットだもんな。変えないでおこう。とりあえず一人目はそこまで難しくなかった。別に魔法を撃ってくるわけじゃなく炎武器を持ってたってことか。次は氷、次もまあ同じパターンだったらそう難しくないかな。取りしてくれる人が欲しいから。よし、行くぞ。構造は一緒かな。剣から射撃楽しむのもたまにはいいよね。あ、外した。男女ランダムで出るんだ。
叫んなよ。ということで、ここで一旦区切ります。ありがとうございました。